なさんこんこににちは瀬尾瀬尾です瀬尾順のレッツ話90回になりました、えー、今日は1997年の J リーグ、えー、これまで開幕から負けて勝って負けて一1勝2敗で第4節のアウェーアビスパ福岡戦を福岡戦に臨みます4月23日の水曜日だったんですけど博多の森球技場現在ベスト電気スタジアムですね あの「ベスト」っていう言葉つくのは、えー、なんかやっぱりこの勝負事というかねスポーツにはすごくいいんですけど略称の「ベススタ」ってこう何とか書いてもらえないかなと非常に言いづらいなと思ってます。でアビスパは、えー、前年初めて昇格してでここで、あのー、第2節でレッズは対戦したんですね。その時は2対1延長 V ゴール勝ちでした しかしこの97年ですね3対0で快勝しましたまず福田正大選手がリーグ戦に先発復帰しますからレッツ移籍後初めて磯貝博光選手がメンバー入りしました磯貝選手はの開幕してからもナビスコ6試合とリーグ戦2試合はあ3試合ですね計公式戦9試合はもう全く欠場だったんですメンバーに入んなかったんですけど サテライトリーグでは3月の9日と16日2試合に出てるんですねで、えー、この試合ですけど前半25分にコーナーキックからブッファルト選手が頭で決めて先制で後半7分広瀬修選手フリーキックを直接決めて追加点を挙げましたあの前年2対1延長 V ゴールで勝ったって言いましたけど2点ともこの広瀬選手がしかも2点ともフリーキックを直接決めてるんですね 当然もう去年のことなんでサポータータ覚えてますから博多は広瀬っていうちゃんとがねいきなり生まれてあのまあちょっとクスッとしたんですけどこういう,こう即席のねちゃんとが起きるっていうのはまあサポーターにも余裕があるえ試合ももちろん余裕がある証拠なんですけどまあたまにそれが緩みになっちゃう時もねえあるんですけどまあそれとまずいんですけどこの試合ではまあそのノリの通り。 内容でですね3点目も決めました3点目は後半途中出場した磯貝選手が41分に岡野正之選手のロングキックを受けてシュートとあの非常にいいですよね福田選手も復帰し磯貝選手も合流しでまあ勝敗は2勝2敗ですけど上昇気流に乗って連勝したいという流れでホームに帰ってきたんですが。 第5節このホームのセレッソ大阪戦だったんですけど1対2で敗れました前後半1点ずつ失って後半35分に西野勉選手のゴールえーシーズン2点目ですね1点返したんですけどもまあ追いつかなかったとで次の第6節またアウェーですヴィッセル神戸戦ですヴィッセルはあのこの年 J リーグに昇格したチームであのユニフォーム今のンジ系と違って なんでしょうイタリアのユベントスをこうちょっと意識するような白黒の縦じまだったんですね。で当時のスタジアムは神戸総合運動公園ユニバー記念競技場とちょっと長いんです正式名称は地下鉄の総合運動公園っていう駅からもう徒歩で5分くらいっていうかもう敷地内にもう総合運動公園なんでいっぱいいろいろ施設あるんですけどその敷地内に駅があるんで。 すすごく近いんですよあの以前お話しした鳥栖ス,スタジアムもすごく近かったんですけどこの神戸って階段の上り下り鳥栖は立教を渡んなくちゃいけなかったんですけどじゃなくても駅地下鉄なんで駅を上がったらもうフラットに道が,道がつながってるんで大きい荷物持っていたものには非常にありがたかったですね。でこの試合です2対0で勝つんですけど磯貝選手はトップ下で先発します。 で加入2年目前年入った内館秀樹選手、えー、右のウイングバックでこのシーズン初出場しますでその内田選手の右サイドの突破から、えー、前半32分に先制しますと34分、うん、磯貝選手がゴールして今季2点目ですねまあ連続ゴールあごめんなさい、えー、アウェーで連続ゴール2対0で危なげなく勝利しましたでこの頃ねちょっと大きなハプニングがあったんです オーストリア元オーストラリア代表のミハイル・バウアー選手がホームシックを理由に退団してしまったという発表がありましたえー、と思いますよねあのバウアー選手ナビスコカップ1試合出場停止だったんですけどそれ以外の5試合全部それからリーグ戦も2試合、まあ、出てですね、えー、ナビスコカップではゴールも上げていましたしリーグの開幕戦では、まあ、堀選手のフリ,キフリーキックをポンと上げて 堀選手にナイススアシストをしたと、まあ、そういうところでその技術の高さってのんと見ててもはっきりしましたしチームにもヒットしてきたなと思ったんですけどね第3節から欠場していてどうしたんだろうと思ったらこの第6節神戸戦の前に登録抹消してしまったと。あの代表経験もある選手が、まあ、プロ選手がねホームシックで帰国っていう、まあ、にわかに信じがたかったんですけどほ、まあ、他に理由がどうなったのか。 まあ、その通りだったのかもしれませんけど、まあ、監督にとってはこれ痛手でしょうね、えー、本当にチームにとって痛かったと思いますそしてこの神戸戦を終えてリーグ戦3勝3敗一応ゴムの星なんですけどここまでホームで3戦全敗アウェーは3戦全勝でしかもこのアウェーのね3試合すべて無失点なんですよ この極端な差にね、ざわめき起きますよね。どうしてアウェーで勝てて、ホームで勝てないんだと。で、今度こそ望んだ。第七節ホームの鹿島アントラーズ戦。一対三で負けてしまいます。それまでね、負けても一点差だったんですよ。だから、あの、まあ、だから、どうのこうのっていうのも変ですけど、ゼロ対二から一点返して、さあ、追いつくぞっていう時に、また一点取られて。 常に終始ビハインドそういう試合ってやっぱりストレスたまりますよねまあ応援ではどこにも負けないという,こうプライドを持っていたレッズのサポーターにとってやっぱただこの年はその応援に関しても変化が起きていたんです詳しくは次回。